大橋慎太郎から1944年5月5日は、明治時代から昭和時代にかけての実業家、政治家、父の大橋佐兵と共に、博文館を創業し、明治、大正時代の出版会の王者となり、印刷から販売まで手掛ける出版コンセルンを構築した。また、衆議院議員、貴族院議員にも選ばれたほか、日本工業クラブ会長を務めた。 土の大橋左兵は、越後長岡の解明的な商人で、出版、新聞などの情報産業に、いち早く着目し、新潟県から東京に進出して、近代出版業の先駆者となった。白文館は、左兵と新太郎の父子が協力して創立した、出版社で、日清戦争、日露戦争などの報道によって爆発的な利益を得るとともに、小崎公用を名手とする。 権有者の文学運動に文芸クラブなどの発表の場を提供することによって当時の文壇の首脳部を手中に収めた。また大衆が必要とする実用的な知識を集めた百科全書や日本の古典文学作品に新たな注釈を施した活字本など様々な分野にわたる膨大な観光物を連価で販売し近代出版界で揺るぎない地位を築き上げた。新太郎は 父の出版事業を継承するだけでなく、印刷から取り継ぎ、小売りにわたるコンエルンを構築し、さらに各種の製造業、エネルギー事業、交通事業の新会社の設立に積極的に関与し、国会議員となって活動しながら、財界の発展に尽くした。一方、共同印刷社内では、労働葬儀が頻発し、1926年には、 共同印刷葬儀として歴史に刻まれる大事件に発展し、慎太郎はその対応に苦慮した。父、佐兵の意志を継いで建設した施設大橋図書館は誰でも簡単に利用できる図書館として東京市民に親しまれた。また、金沢の別荘に隣接する長明寺が荒廃していることを悲しみ、多大な寄進を行って境内の整備に尽くすとともに、 神奈川県知事池田博氏の要請によって商名寺境内に設立された神奈川県立金沢文庫の建設資金の半額を提供するなど文化的な公共事業へ資材の投入を厭わなかったことは今なお高く評価されている。大正時代以降、慎太郎は財界活動に主力を置き出版活動は指定にほとんど委任したため遠本ブームにも乗り損ね、 講談社や岩波書店などの志や目的を高く掲げた皇族出版社に押されて売り切り制の廉価大量販売によって一世を風靡した白文館のやり方は時代遅れとなり出版界における地位は低落した戦争中に新太郎が没し後継体制が固まらないうちに敗戦となり財閥解体例によって大橋コンセルンも分割され 博文館は消滅した。戦後、需要の高かった博文館日記を主に刊行するために、共同印刷の一角で博文館新社が再建され、今日に名跡をつないでいる。ありがとうございます。